Bingata is really the height of textile, in, you know, one of the highest forms of textile mm-hmm. art in Japan. Mm-hmm. We think that it signifies Japanese craft, so that's why we wanted to use it here.紅型を着てほしいっていうのがあるんですよ。僕たちが思いっきり仕事をしてやったものを着てほしいのが一番のゴールです。自分たちが自分たちであることに誇りが持てるようなものづくりをしていきたいんですよ。なんていうかな、最初からその調和に取れた色をどうしよう持ってはこないんです。反対を持ってきますね。特にこう例えば緑のそばに朱だったりとか、黄色のそばに桔梗とか灰色、全く反対側の色ですね。だけどくっつけるんですけども、そこにぼかしとか、あるいは糊の太さ、白葉ですよね、そういうものがこうマイクあると、反対なのにきついはずなのに何か調和する、それが味飽きない、ここが紅型だと思っていただければ。琉球ってちょうどこの中国とも、日本とも、それからもっとこの南の方とも、近い存在でいて、まあ均等にどこともつながれる地域にあるので、日本を基礎としながらもこういろんなところから得た知識を持って作り上げていく、自分たちのオリジナリティにしていくっていう力っていうんですか、そういうのがあって紅型にもそれは見られていると。ウチクイ being quite close in a way to this idea of Okinawa as a place where ritual is still very important, then those things then enter the marketBecause collectors search them out. Minge 運動、その一番波に乗ってるような時でもあって、その全国のものを集めていて、名もない人たちが作ったものが美しいっていうのを。ちょうどこう発見して集めていた時で、ようやく念願かなって柳があの沖縄に行った時に、もう行った瞬間ぐらいですよね、きっと、もうなんて素晴らしいところで美の宝庫だっていうふうにあの名付けたぐらいですね。商標権、それからですね、知的財産、それがあるのとですね、ないのとではものすごく違いが出てくると思います。価値観を高めていくためにはどうしても地域商標を取ってブランド化をしてやっていきたいというのが一番の目的です。伝統的なものは伝統を守ってやっていく、で産業としてやっていくのは産業としてやっていく、商標っていうのは組合にとってはとても大きな効果が出てると思っております。うちの祖父は復興して、なんとか亡くなってしまった紅型を取り戻して、でうちの父親はその紅型をなんとか生かして、あの今までこの技術を残してきた、で自分はやっぱあのこってこての琉球をの魅力って実はすごく自分自身が感じているので、あの時代の色味で、あのその柄ではあるけど、これはこれですごい面白いねっていうふうに言ってもらえるものづくりをしていきたいと思ってます。